はい、ズームパートナーズの大森です。今回はですね、毒があるんでね、もう駆除するときとかね、お手入れするときはね、十分にね、気をつけていただきたいなというものをですね、改めてね、お話というふうな感じになっております。そのですね、植物がですね、妖種山ごぼうというものなんですけれども、今ですね、ちょうどね、実がなっているという風なね感じなんですね。夏から秋にかけてね、実がなってるという風な感じでですね、高さね2メートル以上になってんのをですね、私ね2メートル以上だったかどうかわかんないですけど、身長高いなみたいなね、私身長ね175から7ぐらいの間でね、もうちょっと測ってないんでね、この間いくつだったか176ぐらいになってましたね。176センチです。176センチの私がですね、高いなって思ったんでね、まあまあある程度になるということもあってね、毒があるんですけれども、似ている日本酒産のものにも有毒というね、妖種山ごぼうですからね、全部に毒があってね、もう全部です、全部に毒があって、特に根と果実内の種子に一番毒あるよっていう風に言われています。で、葉っぱの部分はですね、煮るとですね分解されるよっていうこともあるそうなんですけれども、まあやんないでねいいんじゃないかな、別にやる必要ないと思いますんでね、十分にね注意をしといていただいてですね、果汁が皮膚に触れてもですね皮膚炎を起こしちゃうよ。だから今もうね実がなってて、その実がねたまたまなんかのタイミングでこう触っちゃったらね皮膚炎になっちゃうよっていうこともあります。あとはね、子供がね、特に注意をしといていただきたいなっていう風な感じなんですけれども、そのやつを使ってね、なんか色水みたいなやつでね、色を使うね、水でね、こうなんか染めたりするっていう場合もね、あるかもしれないんでね、それね、十分注意しといていただきたいんですけれども、山ごぼうの漬物と、これはですね、全くの別物という風な感じでね、山ごぼうっていうのはね、森あざみという、もう別のものをそもそも使ってて、それをね、売ってるという風な感じになってね、洋酒山ごぼうなんだ、じゃあこれだ、みたいな感じになっちゃうとね、もう大変な目に遭うよというような感じになってます。で、これをですね、以前ね、動画で出したんですけれども、これについてね、コメントをいただいていてですね、さらにね、そのことについて深くね、皆さんで知っていこうというようなね、感じの動画になっております。チャンネル登録もやすよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということでね、ざーっとね、お話ししたんですけれども、それね、長々とね、動画長いんだよってね、コメントいただくことはあるんですけどね、動画が長いんですよね、すみませんね、いつもねお付き合いいただいて、今ねだからもう1分半とかね、そのぐらいでね、まあ全容分かったんでね、その概要欄にね、その元々の動画リンク貼っときますけれども、それ見なくても今のこと同じこと言ってますんでね、基本的にはもう大丈夫という風になっているというような感じなんですけれども、いただいたね、動画がですね、この植物には毒がありますので十分に注意をしてくださいという動画で今の話をしたと。で、もう実がなってるんでね、基本的にはもうね、注意をしといていただきたいよと。で、まだ暑いんでね、今からやるよっていうことであれば、長袖、長ズボンでね、手袋していただいて、やっていただいた方がね、まあ確実なのかなと思いますんで、まあぜひともね、そんな感じでやっていただきたいというふうな感じですね。で、いただいたコメントがですね、毎年草刈りするときにあるので切り倒して、いました。黒っぽい実もあったと記憶しています。毒があることは全く知りませんでした。無知の怖さというコメントをいただいております。ありがとうございます。ですんでね、切り倒すって言ってるってことは何かしらの機械でね、まあ大体仮払い機なんじゃないかなと思うんですけれどもね、それでさーんとね、こう、要するに触らないまま処分してる。で、熊手でこう触らないままやってる。で、その作業をしてるときは大体長袖長ズボンで、まああんまりね、こうね、皮膚にね、その汁がね、つく。まあそもそもね、その実がね、その雑草の汁つくのがそもそもみんなね、好きな人はいないと思いますんで、基本的にね、つかないようにやってるんじゃないかなと思うんですよ。その樹液みたいなものとかもね。ですんでね、まあ、そもそもどんなものであってもそういうふうに考えるのがね、皆さん大体そうなんじゃないかなと思いますんで、まあ、だからね、なんかね、うっすらした記憶だなと思ってても、勝手にね、あ、なんか汚れないようにしようみたいな風になってて、でね、そのつかないようにやろうっていう風な感じでね、やられてるんじゃないかなと思いますんで、まあ、知った上でそういう風にやってるのと知らなくてね、なんとなくで回避してたっていうのは全然違うと思いますんでね、まあ十分にね、注意をしといていただきたい。ただね、その、果汁がね、なってもね、皮膚炎になっちゃうよっていうこともあるそうなんでね、十分注意していただきたいんですけど、私ですね、その結構ね、つくことあったんですけどね、今ね、ちょっとごめんなさい、現場に出てないんでね、今はつかないんですけれども、ついでもね、皮膚が強いのかね、何かなったことないという風な感じなんですね。だそれをね、自慢してるわけじゃないんですけれども、ならない人ももちろんいるし、なる人もいるっていう風な感じでね、色もね、現場出てないのに黒いままというようなね、感じなんですね。もともとね、
黒いというようなね感じになりますね。特にねこの白いシャツね最近着るようにしてるんですけれどもね、白いシャツ着たらねさらに黒く見えるというふうなね感じでね、こう光もね浴びてね白いところと黒いところがねはっきりしててね健康的だななんてね、自分では思ってるんですけれどもね、まあそんな感じですね。はい、続きましてのコメントですね。大森大将こんばんは。洋酒山ごぼうに関しては思い出すことが多くあります。他の庭師チャンネルとは違う動画アップ、とても参考になり勉強させていただいておりますというコメントですね。どうもありがとうございます。らっしゃい、あ、何でした、らっしゃいじゃないですね。毎度木原さんのね、お庭の木原のね、木原さんのね、チャンネルでね、一番最初にね、なんですか、イエーイみたいなのやる YouTuber さん結構いらっしゃいますよね。それにね、なんかあやかったのか何なのかわかんないんですけどね、毎度ーって言ってるのがあってね、あれ僕結構好きだったんですけどね、1回か2回やってね、あれなんかやんなくなってね、なんかやんなくなっちゃったな、やっぱりね、有名 YouTuber さんになるとね、まあ、ああいう、のもね少しずつやんなくなるのかななんてね思ったりしてると、私の場合はむしろね昔の動画見ていただくとわかるんですけれどもね、なんか元気もなくね、なんかわーみたいな感じで喋ってるんですけど、今はねなんかもうすごい元気でね、毎度なんつってねやってるというようなね感じですね。らっしゃいにしようかなって一瞬ね思っちゃったぐらいのね感じですね。それはね置いといてですね、ね大将って言われたらね必ずねやるようにしますんでね、他の方もね大将って書いたらね必ずやりますんでね、コメントいただければなと思うんですけれども、他の庭師さんとはね違うねお話をすることがね結構あるんですけれどもね、他の庭師さんやっぱり現場で出てね、現場出たついでに撮ってね、でそれでね動画撮ってね編集してやってるよみたいな感じのパターンが多いのかなと思うんですけれどもね、私ねもう現場に出ないんでね、それ以外の動画でね勝負するしかないしね、あとねもうそもそもね私はお手入れがねそう得意だよめっちゃ得意だよみたいな感じじゃないんでね、そもそもね、ですんでね、お手入れするその YouTuber さん庭師さんねどんどん出てきましたんでね、それはそれでね、もうそちらのね方のね YouTuber さんに任せてですね、それ以外のねその人たちが教えてないところをね、こうやってるというようなね感じです。でもまあ隙間がねあるんで、その隙間にね、入ってってるっていうだけでね、このなんかね移動したっていう風な感じで席譲ってね空いてるところには収まろうとしてるっていうね感じになりますんでね、はい、ということでね洋酒山ごぼうね十分注意していただきたい。はい、続きましてのコメントですね。モロヘイヤの種食べた牛が死んだらしい、本当ですかこれは、どうなんですかね。ちょっと私ね、モロヘイヤに関してはちょっとわからないんですけれども、洋酒山ごぼうのねこの種が危ないよ、一番危ないよ、根っこと種が危ないよっていうことなんで、間違えてねその食べないようにねしていただきたいというのでね、同じような感じでね間違えて食べないようにしていただきたいなというふうな感じです。はい、続きましてのコメントですね。母が生前庭のを鑑賞していました。一枝切って室内の花瓶に刺していたこともあります。怖い。あんまり触っていなかったのですが、健康の害はたまたまなかったようです。ムチは怖いですというコメントですね。ありがとうございます。まあ別に花瓶に飾ってね、別にそれ自体は大丈夫ですんでね、その食べたりとか口に入れたりとかしなければ基本的には大丈夫ですんで、そんなねなんかもう絶対家には入れないでみたいなことではないんですよ。ですけれどもね、実がなってそのね汁がついたりとか、そのねなんかいろいろなることもありますんでね、特にねやっぱ私はですね、もう子供がね今4人いてね、子供がですねなんとね明日生まれる予定になってるんでね、明日で5人になるんじゃないかというふうなね、今のところね世のねお母さん方にねこれはね怒られるかもしれない発表を今からしてね、コメント欄があれに荒れるんじゃないかと思ってるんですけれども、私ですね一人目と二人目の時はねエコーでねこう見たんですよ。そのお腹にこうやってエコーやりますよね、あれをねこう見て、ああこの子が生まれる子なんだなっていうのをやったんですけど、なんと3番目4番目、そして今度生まれる5番目はですね一切エコーを見ていないと、1秒たりとも見てないです。その写真をねチラッとも見てないで、今の今まで来て明日生まれるという風なね感じですんでね、もうねお母様方も大激怒なんじゃないかなと思うんですけれどもね、一応言い訳をですねさせていただくとね、3人目の時はですね1人目と2人目の面倒をねずっと見てたんですよね。1人目と2人目がねまだ幼稚園行ってたのかな行ってない、ちょっとごめんなさい、そこの記憶もね曖昧なんですよ。もうそこの記憶曖昧の時点で怒られるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ1人目と2人目の面倒を見てたから、
まあ、その病室、診察室ですよね。診察室ね、ちょっとね、入らずにね、もう入ったらもう、わーわーんってなっちゃいますからね、子供たちがね、やだよ、こんなの、みたいなね、言い出してね、一応子供のせいにしてみたりしてる私がいるんですけれども、まあ、だから、まあ、一人目と二人目はね、面倒見てたんで、一応ね。で、今度ね、4番目のね、その女の子が生まれるときはね、なんとコロナがね、こう来ててね、もうそもそも病院にも入らないでください。部外者はもう入らないでください。どうしても連れてこなきゃいけない、子供だけ入ってもいいですよっていう風になったんですよ。だから、付き添いで来るね、旦那さんとかお母さんとかね、お父さんとかそういうのももうダメです。一切ダメですっていう風な感じに、ね、なったんですよ。これは良かったと。これはまたって言ったらちょっとね、ごめんなさい、またね、あれなんですけれども、そのおかげでって言ったらね、そのせいでね、そのせいで私はもうちょっとね、一度も見ることがなかった。その流れがあって、5番目もね、一度も見ることがなかったというふうなね、感じなんですよね。もうね、病院にも入っていいですよっていうふうになってね、診察室にもどうぞ入ってくださいっていうふうなね、感じに一応ね、病院側はしていただいてるんですけどね。ただね、ただね、やっぱり3番目と4番目のね、面倒を私が見なきゃいけないっていう風な感じなんでね。そうするとね、またこう、勝手にドアボーンと開けちゃったりとかね、鍵閉めれるよ、ね、かもしれないんですけどね。一応ね、そういう感じでですね、なんとね、私は、一切見てないという風なね、感じでですね、やってると。いう風な感じですね。明日生まれる。何の話してましたか、私ね。明日生まれる話は良くてですね。そんなね、子供たちがね、私の家いっぱいいるんですけれども、いっぱいいる私の家をね、なんかあるんじゃないかなと思ってね、そういうのがあるとね、なんかなっちゃうかもしれないな。そういうのであれば、入れない方がいいのかな、花瓶とかね、やらない方がいいのかな、飾ったりしない方がいいのかなっていう風に、思ったりするんですけれども、そうじゃなくてね、なんかね、いわゆるね、飾ってるっていうだけであればね、全然口に入れたりとかっていうことでなければ大丈夫ですんでね。そこまでね、拒否しないでも、まあいいのかな。ただね、十分ね、取り扱いには注意していただきたいなと。私はね、果汁がね、なっても、特に何もならなかったんですけれども、もしかしたらね、特別な訓練を受けているから、かもしれないというふうな感じになりますんでね。まあ十分注意しておいていただきたい。で、脱線したね、子供の話はね、もう4人目、3人目、4人目、5人目、エコーの写真見てないで有名なね、私というふうなね、感じになりますね。ただね、生まれたらもうすぐね、もう抱っこしてね、抱っこしっぱなしでね、面倒見ていようかなって思うんですけどね。ただやっぱ1、2、3、4がね、すごいこうね、来ちゃうんでね、1、2、3、4のね、面倒見てたらね、なかなかね、ちょっと面倒見ることができないという風なね、感じになりますんでね。まあその合間見てね、こうね、抱っこしようかな。だからエコーの写真見てないからね、一人なのかなって思って、勝手に思ってるんですけどね。うちの妻も一人って言ってるんでね、勝手に一人だと思ってるんですけどね。実際生まれたら二人だったってこともね、私は見てないんでね、まだね、なんとも言えないという風な感じなんでね。まあ一人なのかなって思ってるんですけどね。まあそんな感じということになりますね。はい。続きましてね、食べようと思ったことがある、毒があるとは絶対にね、口に入れてはいけないという風になっております。ですんでね、食べようと思ったことがあるでやめといてよかったなという風なね、感じですね。まあ最悪の場合ね、最悪な状態になっちゃうよっていう風なね、こともあるみたいなんでね、ぜひともね、注意をしておいていただきたい。私ね、実際に食べたことがあるわけじゃないんでね、私最悪の状態になったことないんでね、そうなったっていうそのね、結果しかわからないんでね、ぜひともね、注意をしておいていただきたいなという風な感じですね。あとね、やっぱりさ、何回もその繰り返しになるんですけれども、子供がいる場合ね、十分注意しておいていただきたい。あとね、私ね、妻とその結婚するときにね、結婚する前にね、私もうその時植木屋さんだったんでね、結婚する前に、ヒイラギナンテンっていう木があるんですけど、ヒイラギナンテンの実がなってて、で、あれってブルーベリーみたいなこと言ってきたんですよ。で、ヒイラギナンテンだから、あれヒイラギナンテンだよと。ブルーベリーじゃないよ。ヒイラギナンテンだからって言ったんですよ。でね、そのよくよく見てみたら、そのブルーベリーじゃなくて、そのヒイラギナンテンの実もね、まあまあね、あんまり食べちゃいけないよね、みたいなね、感じになってるというようなね、感じのこともありましたんでね、知らないものはね、もう口に入れないっていう方が安全だと思いますんでね、基本的にはもうそういう風にね、しといていただければいいというようなね、感じになります。はい。続きましてですね、子供の頃、ブドウと呼んでおままごとに使ってました。色水も作ったと思う。口に入れたことも食べようと思ったこともないけど、毒があるとは知らなかった。幸いかぶれたこともないですが、知らないって怖いですね、というね、コメントをいただいております。子供の頃だったらね、今言ったね、そのヒイラギナンテンの実もね、そのブルーベリーですかみたいな感じでね、思っちゃうこともあるんでね、やっぱりその、
そのしっかりね教えておいてあげるっていうのがね重要になってくるのかなとかね、思ったりするんですけどね、あのねなんかねあれうちはねたまたま私がそういうのをねまあ何個か知ってるんでね、大丈夫っていうような感じなんですけどね、今ねその調べてね結構出てくるっていうような情報もねあったりしますんでね、すぐ調べてあげるとかね、あとねこれを見てるねあの幼稚園の先生とかね、これを見てる小学校の先生がねあれは危ないんだよっていうのをちらっとね言っといてもらえるとねまた違うのかなとか思ったりしますね。あの仕事でねあの幼稚園こう何個かね何園なんていうんですか幼稚園の数え方は1校2校ですか、何校かね何園か行くんですけれどもね、あのその木があったりとかしてね枝払ってくださいとか草刈ってくださいとか消毒してくださいって結構ねあの近隣のねところ行ったりするんですけれども、その時にねやっぱりその我々はねその知ってますんで、あこういうのはあるんでこれはねこういうことに注意しておいてあげてくださいねっていう風にあのお子さんたちにね、一言言っといてもらえるとね安全かなと思いますんでね、そういう風にしてくださいねっていうようにはしてるんですけれども、まあ、私がねちょっと関わってないところはねそういうふうにしてるのかどうかちょっとわからないんでね、ぜひともねそういうふうな感じで、ね指導していただいてね、まあ葉っぱちぎってねこうなんか葉っぱをねこう観察するとかっていうのって普通にねあの子供って結構やりますし、大人でもねなんかこれはとかねやったりしますんでね、ですんでねまあ普通にやることなんで、それがね子供の場合ねもしかしたらねパクってねやっちゃうっていうこともねないこともないですし、ある程度のねその3歳4歳5歳ぐらいになると走り回ってねそっちの方に行ってとりあえずね転んでないかとかねあの怪我してないかっていうところはこう見てますけど、それやるのをねやっちゃいけませんっていうふうにはほとんど指導してないと思いますんで、まあ十分にねそのあたりについてもねあの注意しといていただければいいんじゃないかなと。子供の頃ねやっぱりそういう風に自分でね勝手に思い込んじゃってね遊んでたよっていう経験がある方もね多くいらっしゃるんじゃないかなという風にねあの思いますんでね、ぜひとも注意をしといていただきたいというような感じになります。続きましてコメントですね。じゃあなんで草木止めに使うんだい、知りませんねというような感じですね。私がですねこれはねあの草木染めに使った方がいいですよどうですか皆さんって言った覚えがねごめんなさいないんでね、特にねあの私が思い出してもねそれを使って何かの染め物をしたっていうこともあれやったことないんですよ。ですんでねなんで草木染めに使うんだっていうのを私に言われてもね正直困っちゃうというようなね感じですね。一応ねちょっと調べたのがあこちらというようなね感じになります。まあなんかね、そういうね文化があったんですかどうなんですか、私もねそういう文化にねあの詳しいわけじゃないんでね、ですんでねあのすみません、なんで草木染めに使うんだって私もね言われてもねどうもすみません、ちょっと私のね、勉強不足でね草木染めに使わせちゃいましてね、大変申し訳ありませんでしたというしかないというような感じでね、以後ね、使わないようにじゃあ啓蒙していきますんでね、啓蒙でもいいんですかそんな啓蒙して私それもねごめんなさいわかんないんでね、使う場合には十分に注意をしておいていただいてね、他のものがあるなら他のもので代用していただきたいという啓蒙をねそしたら今後はね、させていただきたいと思いますんでね、十分にいい注意をしていただきたいというふうな感じになります。続きましてですね、知らずに手で抜いたら腕に痛みを感じたので、見てみたら痛いところに赤い大きなあざができていました。圧がかかったところに強くあざが出るようです。軽い中毒症状どころか痙攣を起こし風邪のような、嘔吐の症状も伴い最悪2時間で死ぬようです。気をつけなければ最近鳥もよく死ぬようですが、これを食べて死んでいるのかも。かなり危険です。あざは4日ぐらいで黒く変色し黄色くなり消えます。打撲跡は治るのに早くて2週間はかかるようですから、その点安心なので低温やけどと間違えないように、中毒性が高いので痙攣を起こし始めたら119番に緊急搬送しないと死にます。教えてくださってありがとうございます。ひょっとしたらですが、2023年6月19日に起きた、兵庫県西区の直くん6歳の死因は養子山王だったのでは。同じ日に祖母の由美子さんにもあざが出て、衰弱状態で発見されていますが、直くんは食べてしまい、っていうね、お話だよね。まあ、推測のね、影響出ないのかもしれない。後半はね、そういう感じのね、あのお話なんですけれども、まあ、十分ね、これでね、あの、注意をしといていただきたいというところでね、まあ、あのね、長くね、注意のね、啓蒙していただいたというふうな感じですね。かなりね、まあ、あの、危険になるよっていう人もね、もちろん出てくると。いう風なものになりますんでね。で、勝手に生えててね、あの、何もしてないような庭ほど、勝手に生えて、何もしてない庭ほどって言うとちょっとね、語弊があるかもしれない。
ないんですけれども、なんか空き家になってるよとかね、そういうところにね結構生えてるようなイメージがありますんでね、ぜひともね、十分ね注意をしていただきたい。まあ取って捨てるっていう分には特に問題ありませんので、それをね皮膚についちゃうよ、まあ洗い流してくれればね特別問題ないのかなっていうふうに私は思いますんでね、それでもねちょっとやっぱね気にしたいなっていうことであれば、厚手のね長袖長ズボンやっていただいてね、首だったりとかね帽子かぶっていただいてね、まあ顔にもねつかないようにね十分注意していただいた上で手袋をやってね、でまあ注意しながら捨てていただくというのがね、いいんじゃないかなというふうな感じです。これね、まあ大体切ってね終わりしちゃうっていうふうな感じのものが多いのかなと思いますんでね、まあそんな感じでね、出てきて実がなる前にねさっさと取っちゃうっていうのがやっぱりね、どう考えてもいいというのが多いんですよ。雑草系とかって特にねやっぱ実が危ないっていう風にねなってますんでね、これの場合もね、ですんでね実がなって、もう今ね撮影してるのもうね実がなっちゃってるよっていう風な感じになりますんで、ね夏前の段階でねなんとか処分できないかという風にね、考えてやっていただいた方がね私としてはいいんじゃないかなと思いましたんでね、今回の動画という風な感じになっておりますね。知ってる人も知らない人も皆さんにね、言っていただけるとね、それがねこうだん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 とね、あそういうもんなんだって言って広がっていくっていう方が私はねいいんじゃないかなと思いますんでね、こういうのがねやっぱりなんか隠してね、なんか俺だけが知ってるぜみたいな風にするよりね、みんなが知ってて、みんながね、理解してるっていう方が、ね、地域でね、守れるっていう風な感じになりますんでね、通学路にね、生えてるかもしれないですしね、やっぱり先ほどのコメントいただいてた方もね、遊びで使ってたよっていうのでも、結構ね、その使う分にはいいんですけど、その注意してね、使ってね、注意って言ってもね、僕がね子供の頃だったらね、まあでも口には入れないなって、ね、思いますけどね、違うね遊びいろんなことやってたんでね、まあ注意はするのかなとか思いますけどね、言われてねなんかもうなんかなるよって言われたらね絶対触んないようにはしますんでね、そういうような感じでね皆さんもね近くにいる方にね教えていただけたらなと思っておりますということでですね、本日はそんな感じのお話をしております。チャンネル登録もよろしいという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。